海道地図の石崎と申します。今年は10周年ということで、COS4D と北海道地図というふうに題して、発表させていただきたいと思います。発表の流れですけども、まず、北海道株式会社についてと、次に、COS4D の、参加、コミュニティに対して参加で、それから COS4D をどう利用してきたかというのを、紹介したいと思います。まず自己紹介をさせていただきたいんですけども、私は石崎和隆と申します。会社の方は、北海地図株式会社というところで働いています。場所は北海道の、旭川市の台場というところで、ありまして、部署が、空間情報開発グループというところで、働いています。ちょうど今年の、10月から、部署名が変わりまして、その前までは研究開発課という部署だったんですけども、10月から、空間情報開発グループというふうになって、そこで働いています。で、業務はですね、COS4D を使ったり、商用 GIS を利用したシステムの開発ということで、なかなかちょっと皆さんにお話しできないようなところで、こっそりと仕事をしておりまして、で、主に繁忙期とかはですね、お客様のところで、2、3週間ですね、お客様のところにいて、ずっとこもってたりして働いているような仕事をしています。で、ツイッターはあるんですけど、ほぼ、つぶやいていませんというところで、あとですね、フェイスブックも、5月ぐらいから始めたので、まだ全然、友達がいないということで、もし よろしければ、友達は少ないので、ちょっと奈良の方でも募集をさせていただいたんですけども、よろしければ募集、Facebook の方に申請していただきますとありがたいです。はい。で、北海道の旭川市ってどこにあるかということで、北海道、ありますけども、で、札幌よりさらに、北に120キロぐらい、北にあるところでいます。で、北海道はもう雪が降っておりまして、私も来る時にも、そうですね、若干雪が降って、寒いなという形な場所です。はい。では北海地図株式会社についてということで、話します。北海地図ですけども、創業以来、60年ぐらいですね、地図作成に携わっておりまして、こちらの写真があるようにですね、最初はペンやですね、カラス口というものでですね、皆様から右側ですね、絵のような形で、手書きで、地図を作っておりました。で、その後は、フィルムですね、の方に、太さの違う針ですね、これで削ってですね、で、右側の方にあるような形で地図を彫って、それを印刷してという、ことを、やっておりました。で、カーナビのデータも作っておりました。で、現在はですね、そういうことはしてないんですけども、地図の作成ということで、普通にコンピューターを使って、で、プレートプリセッサー、それから印刷機をかけてですね、で、印刷するというようなことをやっております。で、そこのこういうことをやっている会社の中で、私の部署の方では、GIS の方を担当しているという形になります。はい。では次に COS4G の参加ということで、どのようにコミュニティに参加していったかということで、奈良の方で、こちら、紹介させていただいたんですけども、昨日ちょっと元関係者に話を聞いたところと、2009年は参加していなかったということで、間違ってました、申し訳ありませんということで、ちょっとこちらの方は訂正させていただきたいということで、どうも2010年から、参加しているということで、で、私も2010年の大阪から、参加してたので、どうも私も最初から関わっていたんだということが昨日分かりました。で、2010年から参加しまして、2015年は韓国の方の、ワールドカンファレンスの方にも、参加させていただきまして、2016年も、奈良、関西も、先週行ってきて、本日東京にも参加しているような状態です。で、昨年はCOS4D旭川のプレセミナーということで、7月2日に弊社の方で、
皆さんに来ていただきまして、まあ、こういう印刷機とかですね、こういうのを見ていただきました。また、プレセミナーの中で発表の方もしていただいて、こちら関さんの写真ですね、あと加山さんが来ていただいて発表などをしていただいて、旭川でもやったという状態です。で、こちらは、コスフォージー、まあ、韓国ですね、こちら弊社の、大橋ですけども、橋を見てのを思い出していただくと、あれなんですけども、私も参加して、まあ、私も大橋もほとんどあんまり英語は喋れないんですけども、まあ、よく発表させたなと思っているところではあったんですけども、まあ、なかなか面白い、韓国だったなと、今振り返って思っているところです。はい、では次にホス 4G の利用というところで、弊社の方で初めてホス 4G を触ったのが、2004年の7月ぐらい、ですね。で、弊社の社員がですね、まあ、オークリーさんが、まあ、マップサーバーの情報をオークリーさんの方でマップサーバーを販売しているという情報がありまして、まあ、そこから社内の共有を始めています。で、その中で、まあ、弊社の方で、DISO の利用、この当時はですね、まあSIS は、まあ、今も代理店をやっておるんですけども、あと、当時の WebGIS というと、まあ、ドーンさん、ジオベースとかですね、あと、オートデスクさん、まあ、プガイドとか、ね、まあ、こういうものを使って、まあ、WebGIS を提供したりとかをしてきました。で、まあ、2004年ってどういう時代だったかなというふうに思い出すと、まあ、首相が小泉純一郎さんでしたし、まあ、Nintendo DS というのが北米で発売されたりとか、PlayStation Portableが出たりとか、で、まあ、今はポケモン GO が流行っておりますけども、まあ、この当時はポケットモンスターとミラルドと、ちょっと私はあまりポケモン世代じゃないのでよく分かってないんですけども、まあ、こういうものが発売されていた。で、DISO については、ArcGIS のバージョンがこの当時、9.0 で、まあ、SIS の 6.1 だったよという時代のお話です。で、まあ、弊社の方で、まあ、この話から、まあ、社内のダイバプロジェクトというのを、名前をつけてですね、まあ、会社がダイバにあるのでダイバプロジェクトという名前にしたんだと思うんですけども、でそこから、調査研究を始めると。で当時ですね、PHP プログラマーズマガジンというのが、この8月の、あと、日経 Linux の10月号ですね、マップサーバーの記事がありまして、まあ、それを購入しまして、その付録の CD から、マップサーバーの例題を利用して、まあ、研究を始めたというところで、でデータポスト GIS 投入などをしまして、弊社の方で地図データというのを日本全国で販売しておりまして、まあ、これ JIS マップという商品になるんですけども、これを社内の方で確認できるツールとして、JIS マップオンウェーブというのを社内の、ツールとして構築したというのが初めてのホス 4G ということになります。ただちょっと写真が見つかりませんでしたということで、ちょっとお見せしたかったんですけども、これは見つけられませんでした。それからですね、外部講師の取り組みということで、2011年の7月28、29日ですね、こちらの加山様と山手様がいらしていただいて、まあ、ホス 4G の紹介だったりとか、QGIS の入門、あと QGIS プラグインの開発入門などを、こちら会社の方に来ていただいてやっていただきます。でこちらもすみません、写真が見つかりませんでしたということで、で、まあ、これをやった結果としてどういうことが起きたかというと、まあ、2012年以降ですね、まあ、先ほどもちょっと冒頭の方でお話ししたように、まあ、弊社の方は開発と、まあ、あと地図を作成する部隊というのがいります。でこの地図を編集する部署の方ですね、まあ、QGIS の利用というのが広がっていたというところがあります。それからですね、まあ、ホス 4G、まあ、先ほど WebGIS の方がそのジオベースを使うとか、マップガイドを使うというところがあったんですけども、ここから WebGIS はホス 4G を使ってですね、WebGIS の案件を作ることができて、まあ、どんどん業務が増えていったというような状態でした。で、まあ、ホス 4G の中で弊社の方で発表したり、ハンズオンしたというのをちょっとまとめてみまして、2011年の方から発表させていただいておりまして、まあ、上からいきますと、まあ、外部施設のデータ面からホス 4G を支援しますとか、地図調整作業からコメントを使える地図は使いにくい。あと、ArcGIS の便利な印刷バリアの方に、GIS API を駆使して挑んできたお話とか、
釧路湿原悪寒摩周湖県の、移動支援システムを紹介、マップサーバー入門のハンズですね。それは2013年にウェブタブレット向け対応に続いて提供サービス、それから、GIS 通報ハドゥープを用いた、ビッグデータ処理の検証、QGIS のプログラミング入門のハンズですね。あと2014年が、補足 OTA を構築した、登山地図、計画マネージャー山タイムの紹介、それから、ポスト GIS の初級編ということでハンズですね。2015年に関しましては、まあ、同じようにハンズをした、QDS の印刷編のハンズオン。2016年ということで、セジウムの、動かしてみようということで、そこでの北海道、あと、昨日ですね、私の方で、東京の方でも、セジウムのハンズオンをさせていただきました。でちょっと、まあ、どんなことをやったかというのも何個か、紹介しますけども、これが、ArcDIS と QDS ということで、QDS と ArcDIS が、まあ、印刷機能だったとかを比較してこういう違いがありますよということでこの図でやっておりました。まあ、この当時は、なかなか ArcGIS の方がいろいろ多機能で、まあ、なかなか QGIS が勝てないなというところがあったみたいなんですけども、まあ、今は QGIS の方がかなり、バージョンも上がって、機能も多機能になってどん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 近づいていってるのかなという印象があります。それから、まあ、釧路湿原阿寒の方ですけども、こちらは、こういう、地図ですね、の方に、観光地のアイコンとかがこう出ておりまして、まあ、そこをクリックすると情報が出たりとか、あと、まあ、下の方に、書いてあるオープンレイヤー2とポスト GIS と PT ルーティングを使っておりますので、まあ、経路検索をこの中でしたりとかね、というようなページを作ったものを紹介しました。それから、ウェブタブレット向けタイル地図提供サービスということで、まあ、タイルミールを利用した地図タイルをですね、Android 端末に、提供したというようなものも、紹介をさせていただきました。それから、これは GIS 通報 Hadoop ということで、これは米国の SD さんの方で、オープンソースで提供していた GIS 通報 Hadoop というものになりますけれども、まあ、これを使ってArcGIS と連動したり、まあ、あと、この GIS 通報 Hadoop 単体でやるようなものということで、まあ、ArcGIS と比較しても3倍ぐらいの速さで処理できるとかですね、あと6000万、ポイントをですね、世界中の、市町村、上長目だったかなぐらいの中に、入る、入った時にその位置情報をつけるとかっていうのを、5分30秒ぐらいで確かできたはずなんですけども、まあ、そういうものをちょっと検証しましたというのをやりました。あとこちらがヤマタイムさんの、やつで、こちらの方が、まあ、オープレイヤー2ポスト GIS と PD ルーティングとあとジオサーバーを使ったというところで、まあ、紹介をさせていただいておりました。それから、こちらは、まあ、センジウムを動かしてみようということで、まあ、機能もさせていただきましたけども、センジウム上で地図を表示したり、3D のモデルを表示するというような、まあ、ハンズオンをさせていただいたという、形でおります。それから、地図印刷との連携ということで、まあ、弊社は先ほどお話した通り、まあ、地図を作っているのがメインになりますので、まあ、この真ん中のところで、まあ地図データを作るというところになるんですけども、そこから、まあオフラインの地図というところで、まあ、こういうところでこう速報 G が使えたり、また、ホームページというところですね、こういうところでも速報 G が、使えるというような流れになります。で、実際に印刷データを速報 G に利用した展開した例というのがこちらにありまして、これはオープンレイヤーズ2を利用した事例になりますけども、印刷データを、こういう形で、オープンレイヤーズ2を使って、提供一緒に、提供するというような、ことも、補足で使うとできますと。それから、その同じような印刷データを使ってですね、このように QGIS のデータを、取り込むと。で、まあ、印刷用のデータの記号とかから、まあ、SVG に変換してアイコンとかも、作ることができますので、結構印刷物に近いような表現で QGIS に取り込んで表示することができます。で、同じように、コンポーザーも提供できますので、まあ、そこで印刷テンプレートの方も、一緒に作ってですね、これを、まあ、お客さんの方に提供すると
ようなこともできますよという形になります。でこれがまあできることによって、まあ弊社はこういう、メインとしてこの印刷用データの作成というところがあるんですけども、そこから、QGIS のデータ、に持っていて、あと、こちらの、印刷の流れというのがあるんですけども、で QGIS のデータを持っていくと、お客様の方で QGIS を使いますので、そこでデータの修正ができますので、そのデータをまたもらうと、また、弊社の方で印刷用のデータとしてもらえて印刷物を作ることができますし、で枚数が少ない場合はそのまま合板プリンターで出力してもらえばいいですし、大量に少ない場合は、弊社の、印刷機を持っている、弊社のようなところの会社で大量に印刷もできます。で QGIS でデータを作ったデータも、WebGIS としてオープンレディを使うことで公開できますよということで、舗装地を使うとこういう、地図の中心としていろいろと展開することができますような形ができますという事例になります。どうするんです。はい、それから、商用 GIS との連携ということで、通常、こういう商用 GIS があると、お客様の方で、既存のシステムは、閲覧困難職員を増やしたいということがあると思うんですけども、なかなか商用 GIS のライセンスをその後追加していくというのがあると費用的にも難しいということがありますので、ここで、オープンソースを、舗装地を使うことによって、もともとこちらの商用 GIS とも生きていきますし、かつ閲覧だけということであれば、舗装地を使ってですね、閲覧だけするというユーザーを作ることができますので、こういういろんな使い方から舗装地を使うことができますという事例になります。でまとめになりますけれども、2011年6月4日に舗装地ハンドブックというのが出ておりまして、こちら弊社の商品のことも書いてありまして、この当時はオープンレイヤーとホスト GIS、マップサーバー、QGIS ができますよというふうに書いてあったんですけども、現在、このコミュニティに参加して、こういう GeoEXT とかオープンレイヤーも、今3になりましたし、リーフレットとか、ジオサーバー、PG ルーティング、セジュームタイルミルなど、使えてですね、ホスト G が使えるものが増えていったということで、弊社の方もこれからもコミュニティに参加してですね、勉強して、利用していきたいなというふうに考えております。以上で発表の方を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。石田さんどうもありがとうございます。では、質問、コメントのある方は、どうぞお願いします。いいですか。はい、岩崎さん。すいません、OSGO の岩崎です。OSGO としても大変、北海道知事さんにご協力いただいて、ここまで盛り上げていくことができたと思いますし、ホスポジ北海道盛り上がっているのは、本当に北海道知事さん中心にいろんな方が頑張ってくださっているかと思います。大変感謝しております。でその導入のきっかけになったというところで、岡山さんと山田さんが御社の方にお伺いしたのが一つきっかけになったというお話ありましたけれども、やっぱりそういうところで直接説明した方が分かりやすいものなんですかねというところが、結構こういうイベントに来てくださる方はいいんですけど、そうじゃないところにどうやって知ってもらうのがいいのかなというのが考えているところで、やっぱりこうずうずしく出張っていってこんなことができるよって宣伝した方がいろんな人に来てもらえていいのかな、どうかなっていうところで、もしよろしければ聞かせていただければと思います。やはり企業となるとなかなか人を全員出すっていうのはまず難しいというところがあると思いますので、講師として来ていただけるとですね、現場の方でこれ使えるなっていう雰囲気になりますので、いいものであれば取り込むという形になりますので、そこはやはり実際にそういう話を聞けるというのは重要だというふうに感じています。はい、ありがとうございます。じゃあOSGO もリクエストがあればきっと森代表がいろいろ考えて、エヴァンジェリストとしてこれでみんな出ていくと思いますので、ぜひ今日 のみんな楽しい懇親会で声をかけていただければと思いますので、よろしくお願いします。いや、みんな大好き、大好きですね。他にございますか。はい、それでは石田さんどうもありがとうございました。